こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代40代の大人の男性がなぜか服が似合わなく感じる理由とはというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、スタイリストとして13年くらい活動しているわけなんですが、その中でお客さんからですね、一番多くいただく悩みの相談っていうのが、まさに最近服が似合わなく感じるんですというものなんですね。これはですね、結構皆さんにも思い当たる節があるかなと思っています。皆さんもですね、僕のチャンネルを見てるということは、何かしらファッションの悩みだとか違和感があって見てるかなと思うんですけども、やはり多くのですね、30代後半から40代の男性が服がなんだか似合いづらいという悩みを持ってるわけなんですね。今回の動画ではこの理由ですとか解決方法をですね、皆さんにとことん僕のですね、お得意の写真ですとか図を使いながら解説をして、こうすれば解決に向かいますよというところまでしっかりとお伝えしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルではですね、このように大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですとか悩みを解決するような動画をですね、どんどん出してますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に皆さんにですね、なぜ服が似合わなくなるのか、このあたりを解説していきたいなと思ってるんですが、僕の iPad のメモ帳をこちらに表示しますので、これを見ながら進めていきたいなと思ってます。まずはですね、大前提として皆さんに理解していただきたいことがありまして、それがですね、こちらに書いてあるんですが、20代で多くの大人の男性がファッション固定化されてしまっているというところ、ここがですね、結構原因の大元かなと思っています。これはなぜかというとですね、20代の頃ってまだファッションに結構興味があって、私服で過ごす時間も多いですし、多くの男性がモテたいだとかかっこよく見せたいという気持ちがあった頃なので、その頃っていうのはファッションにそれなりにですね、時間ですとかお金をですね、投資するわけなんですけども、それが就職をしてお仕事が忙しくなったりだとか、ましてやご家庭を持ったりすると、なかなかですね、服のことを考える時間だとか流行だとかトレンドを把握するような余裕がなくなってしまうんですね。その結果、20代の後半ぐらいである程度自分の選ぶような着こなしだとか、あとはよく買うお店みたいなものが固定化されてしまって、その状態で30代40代を迎えるという男性が少なくないんですね。その結果としてなんだか服が似合わなく感じてしまうわけなんですが、もう少し深く掘り下げていくと、これはなぜなのかというところなんですが、まず一つ目、今の自分がかつてのですね、20代の子の自分と変わってしまったというところ、これがですね、一つの要因としてはあるかなと思っています。具体的にはやっぱり20代の子であればスマートな体型をですね、維持できていたものが30代40代を迎えることで、やっぱりですね、体型の変化というもの、結構多くの男性が悩んでいるかなと思っています。体型が変わるとやっぱり似合う服のテイストも変わってくるので、この体型の変化というのは大きな違いかなと思います。あと2点目なんですが、髪の毛のボリューム感だとか肌の質感が変わってしまったというところですね。これによってもですね、全然似合う服のテイストも変わってきますし、10代20代の頃に似合ってた服がなんとなく似合わなくなるというですね、大きなきっかけにはなりやすいかなと思っています。そして3点目ですね、10代20代の頃のようなフレッシュさというものがだんだんですね、落ち着いて大人の雰囲気になってきたというところなんですね。20代の頃であればギリギリ似合っていたようなカジュアルな着こなしが30代40代になると似合わなくなってきたというのは、雰囲気の違いですね。大人の男性の雰囲気に似合う服っていうのはあるので、そこにですね、チェンジできていないため、違和感として服が似合わなく感じるということが起こるのかなと思っています。そしてもう一つ大きな原因がありまして、それがですね、時代の変化ですね。ここにうまく対応できないと、やはりですね、なんとなく違和感として感じやすいのかなというふうに思っています。時代が変わったというところが大きくわかりやすいところで言うと、まずはサイズ感の変化ですね。僕ら30代40代の世代というのは、20代のおしゃれが一番楽しかった時期、まさにこの時にはですね、サイズ感はタイトシルエットがですね、圧倒的なトレンドの真ん中にあったんですね。これは今でもですね、スタイルとしてはあって NG というわけではないんですけども、やはり今の時代のトレンドとしてはゆったりめ、ビッグシルエットというところが一つのですね、基本になっていくので、そことの間に大きなギャップができてしまっているというのは問題点の一つかなと思っています。あとはおしゃれの概念も変わってしまったんですよね。かつてはサイズ感がタイトであってシャープに見えるようなものがおしゃれだと思われていたのが、
今ではですね、ちょっと緩めのサイズ感だとか、あとはちょっとこうニューバランスを履いたりだとか、バブアを着たりだとか、こういったダサかっこいいものみたいなものもトレンドの一部になってしまっているので、おしゃれの概念っていうのも緩やかに変化しているので、この時代の変化と自分の感覚が合わなくなったというところも大きなきっかけの一つかなと思っています。以上2点ですね。自分自身が変わってしまったのと時代が変わってしまった、この2つの変化に対して大きなギャップを感じ始めるのが30代の早い人で前半、そして一般的には30代後半、そして40代になると、もうどうにもですね、20代の子の着こなしは似合いづらくなっていくので、多くの男性が違和感を持ち始めるのかなと思っています。じゃあですね、具体的にどうすれば、このですね、服が似合わなくなる問題を解決できるかというところなんですが、続いてのですね、メモを見ていただきたいなと思っているんですけども、まずはですね、これは精神論になって大変恐縮なんですが、覚悟を決めること、これが結構大事かなと思っています。まあファッションって人それぞれなので、まあ今まで通りのファッションを継続して、まあ古臭くなってもそれはそれで良しと考えるのも僕は全然いいと思ってるんですね。一方で今のトレンド感だとか時代の変化だとか、あとは今の自分というものに合わせながらファッションを変えていくんだという覚悟、ここを決めることで今後の服の楽しみ方ははるかに広がると思うので、そういった覚悟を決めること、このあたりでですね、自分のファッションを変えていくという覚悟を決めることは結構重要かなと思っています。ここが定まらないと次のステップに行くことができないんですね。二つ目に皆さんにお伝えしたいのが、まさに断捨離をするということなんですけども、もうクローゼットの中を開けば、かつてのお洋服がいっぱい皆さんあるわけなんですね。お気に入りの5年前に買ったものだとか、古いものだと10年以上前に買ったちょっと一長羅のコートがあったりだとか、そういった形で結構ですね、30代後半から40代になると、クローゼットの中に古い服がたくさんあるわけなんですけども、そういったものはもうですね、トレンド的にはだいぶ旬を過ぎている可能性も少なくないですし、かつて自分に似合ってた服なので、それが今の自分に似合うとは限らないので、そういったものはどんどん断捨離をしなくちゃいけないんですね。クローゼットの中に隙間を作って、もう一度新たにファッションを構成する必要があるので、これはですね、思い切って断捨離してしまった方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。そのためには一つ目の覚悟が必要なので、覚悟を決めて断捨離をする、徹底的に服を減らすということが、二つ目のステップとしては大事になってくるのかなと思っています。そして三点目は情報収集ですね。ただ闇雲にお洋服屋さんに行っても、何を買えばいいのかわからないですし、その結果混乱して諦めてしまうということも少なくないので、まずはですね、情報を集めることが大事かなと思っています。僕が10代の頃、ファッションに興味を持ち始めた頃にはですね、ファッションについて教えてくれる人だとか情報っていうのはほとんどなかったんですね。ですので自分でトライアンドエラーを繰り返しながら、なんとなくですね、ファッションの正解というものに近づいていくという作業が必要だったんですが、今ではですね、便利な時代で本なんかもたくさんありますよね。僕自身もこれまでに6冊本を書いていますが、そういった本の中でベーシックな着こなしについて語ってあったりだとか、まあ、トレンド感みたいなところも学ぶことができます。ましてや今皆さんが見ていただいている YouTube ですね。これがここ数年でものすごく進化して、ファッション系 YouTuber の方もたくさんいるので、そういったものを見ながら情報収集するのがものすごく重要かなと思っています。まあ、その際にはですね、皆さんの年齢に近いような YouTuber の方、そしてその方が提唱するスタイルが自分にとって理想的なのかどうか、ここを基準にして、まずはですね、YouTuber の方をですね、見定めてもらうといいかなと思っていますが、例えば僕の動画を見るのであれば、過去の動画にですね、定番アイテムですとか、トレンドアイテムですとか、こういったものをですね、解説している動画がたくさんあるので、そういったものを見ながら、まずは情報収集をするということ、ここがものすごく重要かなと思っています。この動画を見ていただいている方は、もうすでにですね、YouTube を見ながらファッションを学んでいるので、ここは得意分野かなと思うので、まずは服を買う前に徹底して情報をですね、集めるということ、ここをですね、意識していただければなと思っています。そして4点目なんですが、これはですね、いきなり服を買うのもいいんですが、まずはですね、試着をしながら少しずつ感覚ですとか、目を慣らしていくこと、これが重要かなと思っています。結構ですね、これはあるあるなんですが、人が勧めているものをいきなり買っても、今までの感覚と違うものだと、なんとなく違和感があって、着なくなってしまうという問題があるんですね。
ですので、徐々に感覚だとか目を慣らしていくというステップ、これがすごく重要なので、まずは服を買う前にいろいろと試着をしてみるといいかなと思っています。身近なユニクロでもいいですし、ちょっと背伸びをしてグリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、アーバンリサーチとかでもいいかなと思います。まずはお店の雰囲気に慣れて、今こういったものはトレンドになってるんだなとか、そういったものを実際に目で見て、そして試着をしてみて、だんだんそういったものにですね、目だとか感覚が慣れてきたら初めて買うというのがですね、ちょうどいいステップなのかなというふうに思っています。このような形で少しずつステップを踏んでいくと、おしゃれはですね、だんだん更新されていくかなと思います。そして最後5点目なんですが、ファッションにはトレンドアイテムと定番アイテム、2つの軸があったりするんですけども、定番アイテムだったら5年前、10年前に買ったものでも十分に使えるだろうと思っている方少なくないかなと思うんですが、定番アイテムの中でもサイズ感がちょっと変わったりだとか、デザインの方向性がちょっと変わったりだとか、そういったことって少なくないので、定番品であっても改めて買い直すっていうことがすごく重要だと思ってるんですね。例えばユニクロのチェスターコート一つをとっても5年前のシルエットとかサイズ感とは微妙に変化をしているわけなので、定番の更新だとか、あとはですね、ほんの少しでいいのでトレンド感というものもトライをして取り入れてみるとだいぶ雰囲気が変わるかなと思っています。ここまでいけばあとはトライアンドエラーの繰り返しで少しずつですね変化をしていくのがいいかなと思ってるんですが、最後に皆さんにお伝えしたい項目として、ファッションというのはあんまりこだわりすぎずに70点ぐらいを目指すのが僕はちょうどいい塩梅なのかなと思っています。おしゃれが苦手な段階から70点ぐらいまでというのは、ある程度は情報を集めて、あとは買い物をして、なんとなくコーディネートを組むだけでも、70点って結構目指すことができるんですね。一方で70点から80点、100点を目指していくのは、なかなかの無理ゲーで、お金もかかるし、センスもかかるし、時間もかかるので、それ以上を目指す必要って多くの男性にとってはそんなにないのかなと思っています。このあたりはですね、僕は趣味の領域と呼んでいまして、ファッションが楽しくなって、とことん趣味として楽しみたいのであれば、70点以上を目指すのもいいかなと思うんですが、日常生活を快適に、なおかつ自分のテンションをある程度高めてくれるような着こなしというのは、70点で十分かなと思うので、あまりこだわりすぎずに70点ぐらいを目指すというのが、すごく方向性としてはいいんじゃないのかなと思っています。そしてもう一つ意識してもらいたいのは、先ほどちょっと触れましたが、トレンド感というのも少し加えてあげるのもいいと思いますし、あとはサイズ感ですね。タイトシルエットというのが僕ら世代にとっては一つのベーシックなんですが、やはりですね、今の空気感としてはちょっとゆったりめのサイズ感ですね。すんごいですね、極端なビッグシルエットにする必要は全くないです。ただ少しサイズ感が緩いというところ、これぐらいは取り入れてみる価値はあるかなと思っています。例えばユニクロの商品であってもベーシックで定番的なアイテムであってもですね、結構今のトレンド感に合わせながら少し緩めのサイズ感になっていますし、ましてやグローバルワークだとかその上にあるようなグリーンレーベルだとかセレクトショップの価格帯のものはある程度トレンド感を取り入れながらちょい緩サイズになっているので、こういったものも取り入れてみるのもいいんじゃないかなと思っています。そしてこのちょいトレンドとちょい緩サイズ、その2つをミックスしながらちょっとおしゃれに見える、さっきお伝えした内容で言うと70点を目指すというところ、ここを理想としてもらえれば結構皆さんにもですね、実現がしやすいんじゃないのかなと思っています。そして最終的な結論なんですが、ファッションもそうですし自分自身もそうなんですが、月日が流れるにつれて少しずつ変化していくわけなんですね。ですので、そういった時代だとか自分自身の変化に合わせてあまりこだわりすぎずに柔軟に自分のファッションを変化させるということ、これがですね結構重要だなと思ってます。ここにはですね、僕自身反省があって、どうしてもですねファッションが好きになってくると自分の好きなスタイルだとか自分のこだわりみたいなものが出てきてしまって、そこばかりをですね守り続けてしまうんですが、やはりですね、今の自分だとか時代の変化に合わせながらファッションも緩やかに変化させることがものすごく重要だなと感じていますので、ぜひそのあたりもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれが最近似合わなく感じる理由について皆さんに解説しつつ、その解決方法までですね具体的にお伝えをさせていただきました。まあ、今回の動画を一つの参考にしながらですね、ぜひ皆さんもクローゼットの中を整理しながら新しい着こなしというものにですね少しずつトライをしていただけると嬉しいなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業務をですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。
おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。